はい、タケオです。スナザメです。タケオです。ナオです。タケイドです。はい、皆さん、はい、この間ね、僕あのセブンイレブンに行きまして、はいはい、あの冷凍のね、惣菜買ったんですよ。はい、これがね、めちゃくちゃうまくて、ほう、もうこれと白米だけで暮らしていけるじゃん。一理ある。いや、十理あるよ。強いな。実際成り立つからね。めっちゃニキビできそうだけどな。いや、その辺もヘルシーに作ってるよ、最近のは。で、今回ね、僕何個か食べてきたんですけど、はい、特に美味しかったものを集めてきたんで、これをね、みんなで食べ比べして、どれが一番美味しいかっていう冷凍食品のおかず選手権を行いたいと思います。はい、はいはい、ということでね、やっぱこれだけだときついんで、ご飯も用意してるんで、おー、いいですね。やった、食べていきましょう。ご飯がビールじゃん。ビールだ、ビール。じゃあ、温めていきます。はーい、はーい、はい、じゃあね、一品目、はい、ささみチーズカツ、まあ、チーズと大葉で味わう。あ、大葉がいる。あ、うまい。大葉苦手ない。あ、大葉が、なるほど、そうだわ、なるほど。これは皆さんに、仕方ない、皆さんに託します。いや、うまそう。ちょうど4個、ご飯がすごい、ちょうど好物しかない。もう我慢ができないよ、これは。早く食わしてくれ。どうぞ食べてください。いいのか。やった。今完全に待てって食べてたから。ゴー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 。ちょうど4個じゃん。おにぎが食べよう、1個は。あ、取れない。虫が、チーズ、取れない。よし、ありがとうございます。わしわしぶしゃわし、テリテリな感じがいいですね。いや、うまそう。いただきます。熱い。うん、うん、おいしい。うん、ちゃんと大葉の香りが、大葉の香り、うん、しっかりするね。しっかりする。うん、もうん、ダメかもしれないが、うん、ダメかもしれない。大葉が苦手な人は無理だね、これ。うん、好きな人は最高。こ、うん、んなにしっかり香りするんや。大葉香るよ、これ。大葉香る。新人 VTuber の、うん、あの大葉香る。大葉香るちゃんね、リリーさんちデビューの大葉香るさんです。美味しい。うん、うん、チーズもいいですね。1個でも満足感あるけど、これ4つってやばいな。うん、そうなんですよ。これとご飯で満足できるな、ね、もう良くないってなっちゃう。うん、やる。うめぇ。ここら辺は、はい、お酒のお供にもなるんですか。いや、絶対おつまみでしょ、こんなの。あら、そうなんだ。ビール飲みたい。実際なんかセブンのおつまみで酒飲んだりするよ。うん、めちゃくちゃいいよ。今日終わってもいいっていう時はセブンで選ぶ。今日はもうここで終わってもいい。配信しない。動画編集もしない。もう終わってもいい。完熟金生とこの辺買って。あ、いいですね。いいですね。はい、続いてこれね、衝撃だったんですけど、うん、この中でね、緑が入ってるじゃないですか。チャオロースさん、オイスターソースの旨味、チンジャオロース。はい、いいですね。これはね、めちゃくちゃ美味しかったです。うわ、美味しそう。ピーマソ、マオさん多めに食べていいですよ。はい、ね、1個目いけなかったからね。もりもり食べなさい。少しずつ、少しずつ今お腹との相談をしながら一番だし、行かせていただきます。いいですね。いただきます、うん、あ、いい音鳴ってる。鳴ってる、聞こえますか、皆さん。あ、おいしい。うん、ないですか。おいしい以外はなんかないの。ちゃんとね、ピーマンが苦味があって、お、でね、タケノコの食感とお肉のこの食感がね、すごくちょうどいい。いいじゃないですか。ザ・チンジャオロースよ、こんな。めっちゃうまい。素敵、うん、素敵な食レポでした。誰も食わねえ。食え。じゃあ、バケウカから。え、あ、僕にくれるの。ありがとうございます。配膳しましょう。ありがとう。じゃあピーマンも入れてね、ちゃんと。あ、緑を入れないと。緑欲しいよ。はい、今日最後の緑かもしれないから。すごいな、みんな最後の時多いな。それ全部茶色でいくの。ちょっと行儀悪いけど、こんな感じの。ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。チンジャオロース。チンジャオロース。チンジャオロース、チンジャオロースってタケノコと豚肉とピーマンとピーマンですね、うん、じゃあこちらもいきますね。確かにオイスターソースが結構染みてますね。うん、うん、うめえ。いいですね。結構本格派な味するな。うん、うん、そうだね。なんかこう香辛料とかでごまかせない感じがする。うん、美味しい。美味しい。これ出されても冷食って気づかないよね。うん、うん、普通に使ってたから。ああ、いいね、白飯進むね。うん、うん、ピーマンめっちゃうま。ピーマンうまい。大人になってほんとピーマン好きになったわ、なんか。うん、分かる。昔無理だった。子供の時はもう分かりやすく苦くてやダメだった。苦いからね、うん、苦いがうまいっていう感覚が大人にならんと生まれないよね、うんうん、肉詰めとかね、うまいから。あ、うまいな。うまいね。あ、うまかった。あ、続きまして、はい、はい、こちら。あー、マーボーナス。マーボーナス間違いないよね。私マーボーシリーズ好きなんだよね。ナスも豆腐もいいじゃないですか。はい、開けてみましょうか。間違いねえな、はい、これは。これもう匂いがね、もう今の段階ですごい匂ってる。はい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 。あー、ほんまや、すごい。うん、あ、こんな香り立つのね。弊社にはまだ来ない。
来てるよ、こうやって仰げば来るよ。あーすげえ匂い。じゃあ私も装いましょう。麻婆茄子も麻婆茄子入れてんやん。センキュー装い、ま熱そう、熱そう、ちょっと持ち方が変だけど熱いのでちょっとご了承ください。あすごい、え近くで嗅いでみ、すごい、あすごいね、麻婆の匂いが、あーいい匂い、いい匂い、これだけでもいいもんな。これと飯でいい。匂いと、なんか白米セットでよくあるよね、あの麻婆シリーズ。やっぱご飯と合うだろうな。あうまっ、あおいしい。これ味が本格派なんや。ナス柔らけ、カレー辛くてちょうどいいわ。ピリッとしてるね。いいナスですね、弾力があって。個人的にね、こう麻婆シリーズ山椒が強すぎるとちょっと苦手なんだけど、これはちょうどいいですね。あー山椒ちょうどいいかもね、これ最後ちょっと感じる、ちょっと感じる。やっぱセブンのお惣菜うめえんだよな。うめえだ、レベル上がってるよね、年々ね。本当にすごいよ。なんか昔コンビニの惣菜って自炊にはかなわないなみたいなところあったけどさ、辛い、甘いとかでごまかしてる感のある惣菜は正直多かった気がする。あったけど最近のやつは本当に本格的にうまいわ。今やね、全然レストランに出されてもいいじゃんっていう味がある。じゃあ次ですね。あー美味しいやつ。僕がこれ食べて感動したジューシー鶏つくね。はいはい、こちらですね。つくねが美味しい。いやつくねとか、これはね、つくねがそんな出せるの、本格的な味を。つくねは焼き鳥屋で食わない。すげえ、つ、これつくね。はい、でかいね、でかいね、一発が。つくねといえば9やからな。でも柔らかいよな、つくねやから。そうやね、ハンバーグ。あらいいですね。あ、匂いもいい、照り焼きっぽい匂いする。じゃあどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあください。はい、やった。すいません、ありがとうございます。おいっす、頂戴いたします。あー、おいしそう。あらー、おいしそう、いただきます。絶対うまい。おいっす。はい、いただきます。いただきます。え、うまっ。え、うまっ。うん、うん、え、結構しっかり軟骨入ってるね、これ。うん、そうやね、アクセントコリコリ軟骨がある。え、うまい、つくねだ。うん、うまっ。トロトロコリコリ、うん、食べた。お、大葉もいる。大葉いたね。今大丈夫、戦える。このぐらいの香る大葉なら、ちょい香り大葉や。ちょい香り大葉だ。あ、これ自分が好きなタイプかも。なんかネギが自分結構ダメで、つくね結構ネギが刻んである。あの玉ねぎをさ、粗みじんぐらいにしてさ、ちょっと食感でザクってくるやつとかもあるし、があるよね。俺もあれあんま得意ではない。だし多分青ネギのやつもたまにあるんだよね。今回それじゃなくて、多分オーバー的なやつだから、完全にシソが刻んで入ってた。自分的にはすごい好みの味ですね。潜伏大葉がいい。俺このコリコリがいいわ。いいね。この食感美味しいよね。これ居酒屋で出てきたら当たりの店だなって思っちゃうもん。そうやね、これでやろうかな俺。これ一本で店開けるから。いける。コリコリ軟骨のつくね。いいなぁ。スプラディは看板メニュー温めて。チン。いやそれでね、僕感動してまして、鳥つくねで。はい、そう、今回ね、この動画撮ろうと思ったきっかけなんですよ。あ、これが。そう、いや、あまりにもそう、クオリティ高すぎて、うんうんうん、え、今冷凍食品ってこんなにうまいのと思って。はいはいはい、ずっと思ってるよ、今冷食品ね。すげーわ、食品技術の進歩はすげーよ。ではですね、次、はい、はい、5品目、はい、こちら、はい、豆板醤が決めてエビチリ。おー、エビチリでございます。先生ですね。じゃあ開けていきましょう。こんなん好きよ。これもう好きな人はもうたまらないでしょ。いいんすか。エビ前とエビチリで一生いけるよ俺。中華屋行った。中華屋で頼むと高いよね。まあまあエビはね。エビはね。いい値段するよね。エビだからって。価格がね。価格が。あれます。あんが、あんがうめえの。あ、すいません、ありがとうございます。ちょ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 、いいっす。あんがうめえの。あー、うめえ。すいません、だけど後で拭きます、ちゃんと。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。あ、これうまいな。プリプリ、味もそうなんだけど食感がちょっと良かった。食感めっちゃいいわ。エビがプリプリですね。味もあんの味付け結構さっぱりめで好きなんだけど、さらってエビプリやな。いや、これね、私はもうエビプリが一番感動しちゃったわ。エビプリやわ。レンチンだけだもんね。これうまいな。めっちゃエビプリや。あ、これうまいな。店開けるな。すげえな、マジで。なんでこんなちゃんと本格っぽい味が出ちゃうの。クオリティがね、やっぱり高いですね。高いんだよね。これ冷凍？冷凍。
冷凍か、最近はこのレベルの、ね、冷凍食品が売られているということで、はいはいはい、300円程度で買えるのかな。へー、はい、じゃあラストなんですけど、はい、ちょっと番外編というか、はいはい、ちょっと変わったもの、あ、確かに黄色違う、はい、明太もちチーズ、あ、もう最高です、これうまそうやな、俺の人生がこれただもちなんで、はいはい、ご飯と合わせるのはちょっとあれかなとも思ったんですけど、合わせます、合わせます、これはね、これはね、とんでもないものなんです、わー、全然食べなし、うまそう、僕はもちチーズお好み焼きをご飯でいこうとこです、これうまそう全然いけます、もちチーズお好み焼きご飯、うん、すごい炭水化物3つあった今、うん、めちゃくちゃうまいよでも、ね、じゃあこれはうまそうだね、こぼさないように気をつけます、よいしょ、いい、ちゃんと小分けにされてるんだ、うん、ね、なんか白玉みたいな感じのやつが、白玉、白玉くん、いただきます、よし、ありがとう、あ、これかもしれない、いただきます、ありがとう、いただきます、まあまあ、あ、おいしい、あ、うん、幸せの明太子、うん、これはどれ、じゃあまず単品で食べよう、うん、あ、うまっ、これはうまいね、明太子ちょうどいい辛さです、これもうちょっといただきたい、これあのタレうまい、タレがうめえ、これタレ、うん、チーズないんだったからチーズあるとこもらっていい、なるほど、もちやろうか、スミカチーズなかった、あら、チーズ香る、チーズどっちだ、ご飯うまい、これついてる、多分ね、もうあんまいない、お好み焼き食べたい、うん、これ美味しい、ビール飲みたい、これはビール飲みたくなるね、もう終わってもいい毎回終わる、これご飯と合わせるのはちょっと微妙かもしれないですけど、いや、いやもうこれ単体でね、うん、うまい、めちゃくちゃうまい、うん、単体でうまい、残りもらっちゃおっかな、口の中に残った明太子で今ご飯をいただきます、あ、わかる、そう、あの余った味で やるやつね、うん、口の中のこれ感動したんで、うん、え、もちがこれうまいわ、冷凍で明太子もついて感動だった、このうまさ、驚きポイントいっぱいあったね今うめぇ、でも全部驚きだった、うん、全うま、全うまだな、全うまですか、やっぱセブンすげえな、え、これ一番決めなきゃいけないやつもしかして、はい、うわぁ、なんだ、いや、もちろんなんですけど、はい、そのセブンイレブン店舗によって取り揃え違うんで、はいはいはい、同じのがあるかどうかは分かんないです、あと結構種類いっぱいあるんでね、うん、美味しかった、一番か、この中で一番悩むな、だいぶ戦いが起こってるわ、好みも出ちゃうけど、うん、好みもあるし、うん、うん、1位むずこれは1位のみ、それとも1位と2位とかそういう感じかしら、どういう、まず1位決めましょう、まず1位、はい、いいでしょう、1位か、決めた、僕はちなみに決まってます、決めた、はいはい、いきますか、はい、じゃあセブンイレブン冷凍食品のおかず第1位、はい、せーの、おー、割れたー、割れた、おー、割れましたね、へぇ、ウルコンさんがささみチーズカツ、ささみチーズカツ、あ、そっちなんだ、バキユカ砂ザメで中心取り付くね、はい、いや、わかるわ、うん、はい、で、真央くんがエビチリ、エビチリ、はい、で、僕はチンジャオロース、なるほど、平和だね、結構割れましたね、フルコンさん、ささみチーズカツどうですか、もう個人的に最近ささみを食いたいっていう欲がまた上がってて、へぇ、そう、チキンを食っていこうっていう、あ、はいはい、はい、うん、そうそう、ちょっと健康も気遣いつつの中、まあ、チーズもよく食うし、で、大葉の香りがすごい、俺はめっちゃ大葉好きなんや、うん、逆に、うん、だからね、結構いい香りでした、こちら、はい、はい、なるほど、100点です、おー、ありがとうございます、まるで自分が作ったかのようにありがとう、ありがとう、いいものを作りました、ね、じゃあ、ジェシー取り付くね、あ、じゃあ、私から、私は単純に、その、まあ、もちろんうまいっていうのもあるんだけど、好みの味だったっていうのがでかい、そのネギ、玉ねぎ入ってるタイプが結構多い中、まさか大葉を刻んで入れているとは、みたいなね、そういう感動があって私は選びました。バキューカードですか、コーツつけがたいんだけど、本当にどれも好きなんだけど、ちょっとこの辺辛いじゃん、まあまあ、だから、うんうん、全ての人が愛せそうなので、ちょっとつくねを選んだところはある、なるほど、ね、子供も誰でも食えると思うから、お、俯瞰で見てる、なるほど、美味しかった、私は主観で見ました俺も主観すげえ主観僕はね、チンジャオロース選んだんだけど、やっぱね、本格的な味なんだよね、すごい、うん、なんか町の中華屋とかで入ったような味なんだけど、これがね、うん、まあ栄養バランスも多分そこまで悪くないと思うんで、これがね、冷凍食品に食えるってありえないな、まあ唯一の緑、ほぼ唯一のピーマンだったからね、はい、うん、これめちゃくちゃ美味しいんでね、みんなも食べてほしい、美味しかった、美味しかったです、
じゃあマー君どうですか。エビチリはね、あんがねすごい美味しかった。あのエビプリプリしてるのはもちろんのことなんだけど、はい、食感の後にちゃんとそのあんが、結構エビチリって割と本当にお店のあの癖が出るから、なんか結構そのあんがドロッとしてるやつもあれば、めちゃくちゃサラッとしてるものがあるんだけど、これちょうどよかった、すごく。そう、食ってて美味しかったなと。で、あとあるやつと1位を戦ってたんだけど、まあ、おかずかってなったら、まあ、こいつかなっていうので1位になりました。あ、ありがとうございます。ちなみに2位もちょっとじゃあ聞いてみますか。はい、はい、いやでもね、正直悩む、もう全部1位、2位ぐらいだったな。ゴリゴリの主観でいきます。はい、はい、じゃあ2位、はい、選んでください、はい、せーの、はい、おお、集まった。1位選ばれなかった。大集合した。マーボーなんすか。マーボー強いな。ここに来て3位、うん、あ、じゃあマーボーどうですかね。3人選んで。僕ゴリゴリの主観なんですけど、はい、あの辛いものも好きでナスも好きなんですよ、うん、おー、マーボーナスがそもそも好きなんですよ、ね、うん、マーボーナスがで、ちゃんとクオリティ高く辛さでごまかしてない感じの、うん、あ、本格的な味がしましたので、はい、これはもう100点です。100点、竹雄さんの竹雄さんが作ったマーボーナスレンチンで、レンチン竹雄がレンジでコトコト温めたマーボーナス最高です。なるほどね、ナスもね、あとちょうど良かったんだよな、食感的に。そう、最近の冷食すごいのはさ、食感残るんだよ、なんか、うん、残る、べちゃべちゃしない。そう、べちゃべちゃしてないんだよ、うん、全部。いや、そのエビチリもプリがあったしさ、うんうん、ナスもちゃんと歯ごたえあったし、まあ、でしかもチンジャオロスシャキシャキでだからさ、うん、なんか冷凍してそんなに食感残せるんだっていう。多分なんか冷凍の技術が上がってんだろうね、そのなんか一瞬でキュッてこうなんかすっごい、はいはいはい、瞬間冷凍によって、うん、みたいなのしてんじゃないのかな。私も麻婆ナス、やっぱ食感もそうだし、なんかあの山椒の効き具合がまあちょうどよかった、うん、なんかそんなに強すぎずっていう、うんうんうん、でかつなんかラーの部分、ラー油の部分が結構ピリ辛でよかったなと、本格さを感じました、うんうん、っていうか、ね、なんだろう、ナス大好きなのと、はい、なんかいろんな味の変化が口の中で楽しめたなって印象があったっていう、なんかその山椒しかり、ラー油しかり、はいはい、ナスのちょっと甘みもしかり、すごい面白かったです。え、これ明太もちチーズ俺2位全員選ぶんじゃないかなぐらいのテンションだったけど、意外と来なかったね。俺めっちゃ好きだったけど、なんか今ご飯と食ってたからっていうのもあるかもしれない、うんうん、そうね、単体で美味しい。これがお酒部門だったら、うん、トップに踊り出たかな。いつうまかったよ。いや、めっちゃうまいよね、これめちゃくちゃ好きだった。味単体で言ったらこいつ1位だった。ただおかず部門っていうんでエビチリに軍配が上がったぐらいかな、うん、すっげえうまかった。お酒のお供だったらこいつもマジ最強。そうね、おすすめ。俺も横にお好み焼きがあったらバフかかってた。あ確かに頼むね、メニューにやったら。はい、ということでセブンイレブンの冷凍食品食べ比べでしたけど、まあ1位にね輝いたの何でしたっけ。こいつかな。中心と一応2票、一応 2票でね、まあ、割れたという感じなんじゃない。でもそれは強い、全部美味しい。そうだ、ね、本当に全部美味しいわ、うん、こんだけ割れたってことは。でも票入らなかったやつなかったよ。なかったなかったね、2位まで含めたら、うん、そうなんでね、皆さんもぜひ食べてみてください。あとおすすめのね商品あったら、あのこちらのねコメント欄にお願いします。次回はローソンの冷食かもしんない。あ、もしかしたらローソンファミマみたいなね、うんうん、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。セイコーマートでも砂ザメが行きます。うわ、セイコマ、北海道いいね、セコマ。セコマか、行くか。